60個の部落へ2通の召集令状だった。本来なら村は湧くような騒ぎでなければならなかった。しかし部落では古傷にでも触られた時のように縮こまっていた。人々は陰でこそ赤髪を受け取った2軒の家を気の毒だと噂し合ったが、しかし決して押しかけていって万歳を叫ぶようなことはしなかった。実際のところ百姓たちはそれどころではなかったのである。去年は反作にも足らぬ収穫であった。おまけに町の工場へ行っていた者もみんな失業して帰っていた。地主の管理人が人当たり小作米を取り立てて歩いた後には部落のどの家にもほとんど米がなくなっていた。あられが降り雪も来たが焚き火さえなかった。寒暴が流行りチブスがばっこした。だから今平五郎と佐竹の兄貴に召集令状が下ったということを聞いても、彼らは決して元気よく興奮することができなかった。いや彼らはむしろ瀕死の病人の布団をひっめくられた時のような限りなき絶望を百姓生活の上にますます深くするだけだった。夜だった。弔いのような雰囲気が平五郎の家にみなぎっていた。炉の向かい座に親父の兵六が崩れるようにして頭を抱えていた。時々何度から女のおやつが漏れてきた。夫の出発の用意を手伝っている嫁の糸だった。当の平五郎は憔悴しきった顔で何度出たり入ったりしていた。翌朝平五郎はもう一人の出征兵佐竹の源と村を出発した。両家の縁続きの百姓以外に誰も部落の外まで送ってくるものはなかった。もとより上りなんか一本もなかった。兵六は命にも代え難い息子をかわいそうだと思った。町の小さい駅の前はそれでも人でいっぱいだった。だがここでも見送りの百姓姿に比べてみすぼらしい軍服姿、出征兵士の数が多かった。人々の中には何の興奮もなかった。何の感激もなかった。世の中はなるようにしかならないのだという深い諦めが皆の上にあった。諸君、上海三万の同胞のために身を肉弾として出征する諸士は国家最高の名誉に輝いているのである。忠勇なる諸士は必ずや傲慢極まる支那兵を要聴して我が越智賢治の気概を図れるに違いない。余敗は諸子の分を祈り、十五にあっては諸子のために絶大なる光栄を送るべくここに誓うものである。万歳万歳時間が迫ってきた。兵六は今更ながら平五郎を自分の子供だと意識した。猛然と可愛さが込み上げてきた。このままついて平井まで行きたいと思った。しかし懐がそれを承知しなかった。不覚にも胸がいっぱいになった。糸がまたしくしく泣き出した。上海にいる者の命よりこっち俺者の命や大事ないというのか。
りきれない不安と焦燥の日々を送った。死んでしまったのならば諦めもする。しかし生き別れであった。戦争に行けば死んで帰る、その覚悟をしなければならぬと話し合ったこともある。どうせ出征してしまったのだから、やつも一人前の手柄を立ててくれればいい、そうも思った。しかしそう諦める後から、やはり万が一にも生きて帰る日を祈らずにはいられなかった。そのうち平五郎らの師団が上海に敵前上陸をしたという噂が伝わってきた。彼らはいよいよ落ち着けなかった。今にも戦死を報ずる電報が来るように思われた。死ねばたくさんの金が当たるとも聞いた。しかし兵六はたとえ飢えても親子三人で暮らす日を取り戻したかった。平五郎が出発してから9日目かの日だった。兵六は糸の折った御座を背負って役場のある部落へ出かけていった。兵六はそこをたどりながら、ほんの1ヶ月ほど前に平五郎と一緒にここを通ったことを思い出した。どうぞして無事でいてくれるように、彼は敬虔な気持ちで雪に祈った。彼は役場へさえ行けば新聞の見られることが楽しみであった。時とすると戦争を報じた活字の間から今にも平五郎の姿が浮かび出てくるように思えることもあった。彼は道を急ぎつつ平五郎に会いに行くような気にさえなった。しかし急いで行った役場で彼は思いがけぬ不幸な噂を聞かされた。お前んとこの平五郎は宇治田で船に乗る隙に逃亡したとよ。山田殿、人をおちょかんとかせ。おいのさ、おちょくないとんな。お正気の毒がっとったわしらじゃ。ええ息子じゃ。まあ、お前もしばらく身を慎め。兵六はどう思って役場を飛び出したか知らなかった。全身の血が一時に引いて行き、恥ずかしさと情けなさに足がすくんだ。彼はむちゃくちゃに雪を踏み、まろぶようにして部落へ逃げ帰った。戦争熱に狂った無知な村人からどれほどひどく迫害されたか、兵六はそれをよく覚えていた。彼は家にいても恐ろしさにじっとしていられなかった。どうでもして一日も遅く部落へ噂の来ることを祈った。だが噂はすぐ部落へ広がった。軽蔑しきった態度が兵六を迎えた。道であっても誰も話しかけるものはなかった。みんな白々しく横を向いて通った。親しくしている者も慰めてくれなかった。親類の者までが遠ざかっていった。祈りを忘れ信仰を失っていった。不思議と平五郎に対するあの焼き付くような愛着の根こそぎ壊れていくのを彼は意識した。戦争に対する反感も子供の無事を祈る心も一瞬にして崩れてしまった。なぜ勇ましく
宿場の中へ飛び込んでいくような子供を持たなかった顔、彼は歯がみした。野良犬のように逃げ回っているであろう我が子を捕らえて、この手で思うさま定着してやりたいと思った。かわいそうなこの狼白将はたった2週間前、町の停車場で細々と戦争を呪詛したあの老婆の声に共鳴した自分をすっかり取り失ってしまったのだ。糸は毎日泣いてばかりいた。彼女の腹には恥ずべき罪人として逃げ回っている男の血が成長しつつあった。夜遅く雪を踏むかすかな足音がせどに聞こえると、彼女はゾッと精密した。今にも憔悴しきった夫の姿がそこに現れ、そして村人に捕まるのではないかと思った。だが彼女は成立すると同時に焼きつくように会いたいと思った。会って思うさま泣きたいと思った。ある日糸の里から兄が来た。妹は暇を奪います。噂を盾にわしは嫌じゃ。それにわしの腹根はもうあの人の。そうか、うぬは一組の種をもうはらんだか。被告人出て行け。出て行け。出て行けよ。この腹根はじゃない。
お奉行衆やお釈迦様さえ主上さえのためには長い間命を的に断食遊ばれた。なのに自分の命が欲しいからって国の命令に背くなんて、なんという業さらしや。それそれだ。こりゃ一人二人の不名誉ではないですぞ。そうやそうや。村を挙げ、軍を挙げ、県を挙げての不名誉じゃ。そうやそうやそうや。あ、同業衆や、ここ一番互いに身を清めた。国のため、人のため、できる限りのことをしにゃなりませんぞ。なみ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 。蛮行の感謝を捧げざるを得ないのである。それでこそ日本帝国の臣民である。そうだ。だが諸君、これは決してこの部落だけではない。それぞれ卑劣感を出したエッチ村、エス村の部落は言うまでもなく、ただその同一軍内であるというだけで責任を感じ、もって心からなる愛国的行動に奮起しつつある村は至るところにある。これこそ真に愛国心の発露、報告の宝入れなくてなんでやろう。そりゃそりゃ。余敗は諸子がさらに一般の奮起をもって、この国家興亡の時にその国民的誠意を最大限度に指摘されんことを切望してやまないものである。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。今や一歩も家の外へは出なかった。仕事も手につかなかったし、食事をすることも罪悪のように思った。彼らは日の消えた暗く寒い路端にうずくまって灰ばかり見つめていた。どうでもして平五郎のその後の消息を聞きたいと思った。憎い奴であった。だが愛しいせがれであり夫でもあった。捕まったかもしれぬと思った。止めを避けて役場へ聞きに行きたいと思ったが、とてもその気になれなかった。留守手段まで聞きに行ったなら何か具体的なことも分かるに違いないと思ったが、これもまた恐ろしくて勇気が出なかった。彼らは統一とともにうずくまってばかりいた。そしてまたそれを見送る村人たちの姿もみすぼらしかった。
だが、なんと感激に満ちた出発であったことよ。登りもあったし、日の丸もあった。そして何よりも、先頭の楽隊の奏でる中村大尉の腹股をかきむしるようなメロディー。おめでたいぞ、しっかりやれよ。あとは引き受けだぞ。切って切って切りまくってやれ。兵六は楽隊の音に引きつけられるようにして家を迷い出た。数日の間にすっかり野良犬のように痩せてしまっていた。ひげも髪も伸び、野良に縄帯を締め、破れた桃引きを履いていた。蒼白な額にも、もしや誰かに見つかれはしないかという恐怖の目が光っていた。彼は残雪や屋根伝いを踏んで、人の家の後から後へとたどり着きながら、それでも楽隊の音を目当たりによろけていった。時々氾濫するような万歳を叫びながら、海鳴りのように押し寄せていく一行の姿を捉えたのは、もう村花のとある山の中からであった。兵六は呆然として旗や名残を立て、楽隊を先頭に進んでいくその一行を見送った。自然と涙が頬を伝わった。興奮のためでも感激のためでもなかった。こうして日中、野良犬のように人目を避けてさまようている自分自身の哀れさのためだった。真意志。兵六はいつの間にか梁からぶら下がっている自分の姿を想像してみた。するとそれが非常な魅力を持って迫った。影のように帰ってきた兵六を見ると、糸は戸胸をつかれた。自分自身がそれを思わぬでもなかった。その決意の色を彼女は義父の上に見たのだ。彼女は彼女に黙って仏壇に火を浴びた義父を見ると、矢庭に取りすがって慟哭した。お父、死なんと、死なんと、わしの腹には子供がいる。死に遅れた彼らは思いやぐんだと部落を落ちようと決心した。だがそう決心すると、彼らは猛然と平五郎の最後を知りたくなった。村を離れるなら、せめて平五がどうなったか、捕まったか、殺されたか、それを聞いてからに。彼は恥を忍んで留守連隊へ行くべく同意した。二人は吹雪をついで道を急いだ。山を越え県道を過ぎ、町の停車所には今日また、いや今日こそ人がいっぱいだった。毎日動員が下っているという噂は本当だった。吹きつける雪の中に群衆が押し合っていた。上り、旗、万歳の叫び、楽隊の音、一段一段停車所へ流れ来る行列を迎えるごとに広場は歓呼の声で氾濫した。雪の晴れ間を見て花火も上がった。平吾は運の悪い人やった。昔の漁師の城をそのまま衛兵にしたのが第百連隊だった。厳しい衛兵が付け剣で立っていた。兵六は自分自身罪人であるように引け目を感じて衛兵の前に頭を下げた。中隊長様に面会させてもらえとうございますが。中隊長殿、何中隊でありますか。第何中隊。それじゃあここを入って左へ行って面会当番にそう言いなさい。二人はますます不安になって教えられた通り入っていった。
なんだね、お父さん。はい、はい。なんだね、かまわん、言いなさい。はい、おらな、吉本平五郎の親でございまして。なんだね、どうしたのかい。はい、中隊長様、彼女は祈るような目つきに涙をためて一生懸命になった。しかし声はほとんど言葉にならなかった。日々ああもようこうも尋ねようと算段してきたのだが、それはこの場合何の役にも立たなかった。だが中隊長は彼らの取り乱した声の中から彼らの用とする言葉を救い上げることができた。平五郎と言われば、と申したというのは本当か。本当ならもう捕まってしまった。死刑はいつだったか。彼らはそう尋ねているのだ。はい、中隊長はそれを聞きながら中途からすっかり初めの朗らかさを失ってしまっていた。彼は世にも悲痛な顔をし、じっとひとところを見つめていた。長い間彼は返事をしなかった。彼はその心の中で軍が今意識的に展開しつつある戦争挑発の手段のことを考えていた。逃亡兵が出たと言いふらして戦争に入軍をしない国民を駆り立てる、その手段の今ここにその効果が現れたことについて考えていた。さすがに軍の一員として気持ちの良いものではなかった。その話はわしには分からん。わしへは方法が来とらん。それでは嘘でございますか。いや何もかも分からん。候補が来とらん。言うてくだされ、中隊長様。殺されたのなら殺されたと。いや何もかも俺には分からないんだ。候補も何も来とらんと言ってるじゃないか。とにかく報告が来ればその旨知らず、平五郎とかの平城に何か避難されるようなところがあったのじゃないか。まあ落ち着いて待て。二人は突き放されて室を出た。建物を出、兵営を出た。そして町をさまよって駅へ出た。希望のあるようなないような、分かったようなわからぬような、それでいて絶望のみが依然として彼らを苛むのであった。汽車に乗り町の駅で降り、彼らはまた雪道をとぼとぼと部落へ向かった。もうすっかり夜だった。雪の平野に闇がしずしずと迫っていた。凍り始めた雪が草履を通して足を噛んだ。彼らは果てしなき積量の中で自分自身を人間と感じることすら難しかった。だいぶ夜が更けてから家に着いた。遅月夜が向かいの藪を越えて玄関を照らしていた。その玄関の垂れ後ろが2枚とも引きちぎられていた。大小いくつかの石が応答前に転がっていた。留守中に襲撃を受けたことは明らかだった。暗い心で彼らは戸を開けた。もう軍事郵便じゃ、兵庫から兵庫合戦地から抱いた手紙じゃ。何ここへ来てからまだ部署に着いただけで大きな戦争はやっていません。しかし毎日味方の飛行機が飛び爆弾が投下されております。夜になるとサーチライトが空を探り、砲弾が炸裂します。そういう時小競り合いの機関銃、野砲弾、極射砲の音もします。中国兵は思ったより頑強です。塹壕にいる我々に向かって猛烈な攻撃をすることがあります。弾は蜂のような鳴りを立てて無数に頭上を過ぎます。プスプスとすぐ目の前の土の中へ入る音もします。昨日 4,5 人左の方にいた男がちょっと油断して塹壕の中から姿を出したために瞬く間に戦死しました。中国兵の中にはことに米隊の中にはなかなか命知らずのやつがいます。数日前
私ども数人が先行に出た時、そこは上海の町外れでしたが、突然数人の兵隊が我々の前に出て何か叫びました。我々はすぐ手投げ弾を投げつけて池を振りかざしましたが、彼らはこれには平気で何か叫びながら我々にたくさんのビラを投げつけて逃げていきました。命がけでビラを撒くなんては気が知れません。ビラには戦争を企んだのは日本軍閥だ。君らは家にいる大事な親のことを思いませぬか。我々も君たちと同じ労働者や農民だったというようなことが書いてありました。なかなか面白いと思いました。もうすぐ総攻撃に移ります。今はその準備中なのです。総攻撃に移れば生きて再び帰ることはできないだろうと思います。そう思ってこの手紙を書きました。塹壕の中で書いたのです。いとも体を大事にして、親父を大事にしてくれ。バカに寒いから腰を冷やさないようにすること、健康を祈ります。できなかった。想像することもできなかった。